トラマドールは、オピオイド系の鎮痛剤の一つである。1996年の風法式岩、疼痛治療法の3段階中の2段階目で、用いられる弱オピオイドである。トラマドールには、主な2つの基準があり、ミューオピオイド受容体の部分的なアゴニストとしての、作用と、セロトニンのルアドレナリンの再取り込み阻害作用等を、併せ持つ。 モルヒネの10分の1の鎮痛効力があるとされ、これと比較すると比較的安全で乱用性は低いとみなされているが、それでも薬物乱用や身体依存は起こりうるし、通常の治療要領で稀に起こる。副作用はオピオイド鎮痛薬に共通した抑鬱、昏睡貧脈、呼吸停止といったものである。致命的な中毒は過剰投与や、 他の薬剤やアルコールとの併用に関連する。現在は、蛍光薬、座薬、常中、皮下中、筋中、除胞剤、合剤など、幅広い方法で使用できる。肝臓で主として、サイプ 2D6 により代謝され、また、サイプ 3A4 やグルクロン酸方法も行われる。日本の劇薬である。アメリカでは2014年より、規制物質法における、 スケジュール法に指定されており、各国でも様々な規制がある。オピオイドガイドラインも参照1996年の不法式癌疼痛治療法では、疼痛コントロールの第2段階薬に位置づけされる、鎮痛薬、モルヒネなどの強オピオイド鎮痛薬に変更する場合には、トラマドールの提示と、2010年の欧州神経学会のエフンズの 神経障害性疼痛薬物治療ガイドラインでは、トラマドールは、有痛性多発性神経障害では、エビデンスレベル A、体状方針後神経痛では、レベル B で推奨されており、治療においても第二選択となっている。非眼性の慢性疼痛では3ヶ月以上、使用するための証拠は、ほとんどない。状況、重症度、そして体重、年齢などによって、 処方は変化する。一般に、高齢者、肝機能が低下した人では、作用が増強され、作用時間は延長する。トラマドールとその主な代謝産物の代謝時間は、数倍に延長する。従って、一回投与量を減らし、かつ、または、投与間隔を空けるべきである。1962年に、西ドイツのクリューネンタール社の科学者、カート・フリックが合成に成功した。 1977年には西ドイツで中枢性の蛍光鎮痛剤として販売開始される。1994年にアメリカ合衆国で蛍光薬が発売され、1995年にイギリスでも発売された。後に広く流通し、世界100カ国以上で販売されるようになる。2008年アメリカ合衆国のレイボーファム社が、 デュアルマトリックスでリバリーシステムを応用し、早っぱなし部分と、情報部分を合わせ持つ製剤を開発。アメリカ食品医薬品局は2008年12月31日付で、製造、販売を承認した。1966年に、日本の講和から、クリスピン講和中1号の名称で導入、開発が始まる。1978年3月10日に販売を開始した。 日本では2003年には、眼性、術後の鎮痛薬として承認された。2010年7月に、軽度から中等度の疼痛を伴う、各種眼における鎮痛が承認され、また経口薬、トラマールカプセルが発売された。2011年4月、トラムセットが製造承認され、適用は、ヒオピオイド鎮痛薬によって、治療困難な非眼性慢性疼痛。 バッシゴ痛となった。2015年6月、持続性が、頭痛、慢性頭痛治療薬としての除蜂製剤が発売された。2013年には、天然から初めて、アフリカ原産のアカネカの薬用植物ナウクレア、ラティフォーリアの根の皮からラセミ体として発見されたと報告された。しかしこれは、 後の研究でトラマドールを過剰投与された家畜の排泄物を植物が吸収したものであったことが明らかになった。ヨーロッパの緩和ケアセンターでは使用頻度の高いオピオイド系鎮痛薬の一つである。臨床においては、眼性疼痛や術後痛などの軽中程度の疼痛の緩和を目的に、傾向、注射薬の形で使用される。変形性関節症の患者には、 遠生度や COX- に阻害剤等と併用して症状の軽減にあたる。呼吸抑制作用や便秘、オー吐などの副作用が少ないとされ、消化管運動抑制作用や追って活躍筋の収縮作用も弱いので、消化管のがん患者の使用に適している。2020年11月に実施された日経メディカル、オンラインの医師会員を対象に、 早っぱなし性オピオイドのうち最も処方頻度の高いものを聞いた第4回調査で31.5%の医師がトラマドール状と回答、オキシコドン酸を抜いて主位になった M1 の構造式。オピオイド受容体に直接作用するほか、セロトニンのルアドレナリンの再取り込みを阻害することで、下行性疼痛抑制系を復活し、神経元性疼痛への鎮痛効果を発揮する。 得意なオピオイドである。ミュージュ体に対しては、中等度の親和性を持つが、カッパ、デルタ受容体にはほとんど親和性を持たない。ミュージュ体に対する、親和性は、コデインの1、10、モルヒネの1、6000となっている。日本では、トラマドールは、錠剤、高校内崩壊状、注射剤、アセトアミノフェントの配合状で使用される。健康成人男性にトラマドールを、 単回傾向投与したとき、投与量に関わらず、トラマドールトラムは速やかに吸収され、トラムの結晶中濃度はそれぞれ投与後、約1から2時間及び、約1時間に最高血中濃度に達した後、約5から5.5時間及び、約3時間の半減期で低下する。トラマドールの薬物動態は、容量比例性を示す。またトラムは、 速やかに活性体謝物を脱メチルトラマドール M1 に代謝され M1 の結晶中濃度は投与後約2時間に最高血中濃度に達した後約6.5時間の半減期で低下結晶中からトラム及び M1 の各胸造異性体の低体及び低体の結晶中濃度推移及び薬物動態パラメータはおよそ維持するトラマドールは主に肝臓で サイプ 2D6 により活性代謝物 M1 に代謝される。この活性代謝物は、ミュージュ容体に対する親和性が約200倍強くなっているため、弱中程度の眼性疼痛コントロールにも適用できるとされる。その他の主な代謝経路は、肝臓でのサイプ 3A4 による N 脱メチル化、クルクロン酸方法及び硫酸方法である。 半減時間は5、7時間となっているが、肝機能や腎機能が低下している患者では、半減期がおよそ2.5倍まで増加する。活性代謝物のモノオーディメサルトラマドールは尿と共に排泄される。代謝物は以下を参照。トラマドール塩酸塩ノルアドレナリンとセロトニンの再取り込み阻害作用を有し、乳受容体を介した鎮痛作用はほとんど示さない。 トラマドール塩酸塩セロトニンの再取り込み、阻害作用を最も強く有する。対トラマドール塩酸塩ノルアドレナリンの再取り込み、阻害作用を最も強く有する。M1 塩酸塩ミュージュ容体に対する、親和性が高く、デルタ受容体に対してもある、程度作用を示す。から M1 塩酸塩ミュージュ容体に対する、親和性が高く、ありがとうございます。